はい、こんにちは。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まずは大地さんです。はい、どうも、大の字の大地です。よろしくお願いします。そして大谷さんでございます。ありがとうございます。大谷です。お願いします。今日これからですね、はい、あの20世紀の車ということで今日は集めてます。もしくはこの間来たら、はい、あのお越しいただいた時は70年代80年代ですけど、はい、今日は20世紀の車ということで、はい、ギターのでそれをしながら大の字賞の、はい、選定も我々もちょっと賞を、はい、ね、今日やらせていただきますので、そう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 、この後ね漫才もやりますので、もうすでに候補はねちょっとあります。これは昭和61年、うわーかっこいい。もうエンジンがかっこいいよ ね。今 V エンジンがかっこいいってすごいよね。ほらイニシャル D でも有名になった、はいはい、ポルノとか、はいはい、へえ、同じエンジンがついているセダンタイプ出た。はあ、カローラってあのカローラ？あのカローラ。カローラ2に乗ってるの？この後ぐらいからファミリーカーになったってことですか？これもファミリーカーですか？これも一応ファミリーカーですね。カローラって、これがファミリーカー？トヨタがあの国民車ということですから、そうね、販売したんですけど、あー、ちょっとスポーツタイプみたいな。へぇ、やっぱこういうエンジンをね、僕やっぱり、ね、三菱がね、うん、やっぱビンビン来ちゃいますね。三菱なんですよ。やっぱね、ジャッキーチェーン世代なんですよ。そう、ジャッキーがね、スタリオンね、キャノンボールで乗ってたんですよね、スタリオン、ね、やっぱいいですよね。いやあれやっぱりちょっと来ちゃいますね。そうそう、マイケルホイとジャッキーチェーンが乗ってたんですよ。あれだからちょっとスポンサードしてたんだろうね。そうそうそう、三菱。そう、こっちがあのよろしくメカドックとかでもちょっと出てた。そう、セリカ、あら、セリカ WX のチョロ Q 持ってました俺。へえ、あの500円玉後ろに乗っけると、ね、そうそう、ウィリスのやつですね。マグナム号で有名な。あ、かっこいいね。かっこいい、かっこいいんですよ。これが名前が変わった。なるほど、あ、スープラになるんだ。スープラの5000とか。へえ、これじゃあやっぱシートもちょっとヴィンテージ感あるっていうかさ、まあ、当時のね、ハンドルとかもそうだもんな。ね、かっこいいな。かっこいい。このラインがいいんだよ。こういうね。ここがね。そうそうそう。ここがいいんだよね。でもやっぱ全体的にやっぱ今とは違うこのね、カクッとした感じがいいですよね。そう、カクカクってしてるね、うん。形はスポーツカーなんだけど、うん、まあここまでちょっと自分あの助手席に乗ってきたんですけど、お、乗り心地すごい。あ、いいですか。やっぱいいんだ。ゴツゴツ感がない。へえ。あのルパンがカリオストロで乗ってるやつ、乗ってたやつじゃない、確か。あれフィアットそうだよね、確か。ますよ、ルパンいますよ、ほら。あ、本当だ。あ、カリオストロの。います、います。分かってるね。ね、これだけで今ポイントかなり高いです、これ。
以来、珍しい戦車、はい、そしてですね、後ほどバッテリーの型を聞いてですね、合うバッテリーをお送りいたしますので、エアバッテリー、エアバッテリーじゃない、エアはエアはエアはエアバッテリー、エアバッテリーをくれるわ。そういうわけで三原自動車総おめでとうございます。ありがとうございます。エルブレブ、このエアバッテリーのやつはつまみ出して、つまみ出して。あ、走ってもかい。知らない人ちょっと手あげてください。質問がわかんない。みんな手あげてください。知らないって人。ありがとうございます。じゃあ自己紹介しますね。僕大谷と申しまして。はい、私が大地と申します。大谷とも大きいがつくんで大の字でございます。はい、あと大分県出身でございますね。そうですよ、お隣大分県なんです。そうなんですよ、だから大の字でございます、ね。大分県から来た人いますか？結構ね、車多かったよね。あ、いた。大分県すごいよね。ソフトクリームの消費量ダントツ日本一ですから。ぶっちぎりなんですよね。あとね、自己破産する人も日本で一番多いですよ、ね、そういう人が多いらしいです。甘いものと自分に甘いこと大好きですからね、本当にね。そうなんですね。佐伯市っていうですね、そう、大分県の中は温泉県って言われてるんですけど、はい、温泉が出ない町からやってきました。1ミリも出ないんですよ。中学校には同級生なの？そう、大分県出身な。あ、そうそう、佐伯市の。あいつ覚えてる？誰、同級生。やべえ、名前出てる。顔は出てんだけど名前出なくなるんですよ。あの、いたじゃん、お前家の兄貴の弟で、うん、俺だよそれ。誰に誰の話してんの？あ、そう、俺んちの兄貴の弟だよ。俺、お前魚肉ソーセージみたいだね。いや、魚肉ソーセージじゃねえよ。でっけえ魚肉ソーセージじゃねえんだよ。これですけど、アポロチョコみたいな。アポロチョコじゃねえよ。この後ろの人見える？これアポロチョコじゃねえからな。チョコとイチゴじゃねえ、溶けるの。実はアポロチョコは世界一に2回なったことありますね。さっきエアギターって皆さんご存知でしょうか？知ってました、エアギターって。はい、ありがとうございます。薄い感じの拍手はあんまり知らないってことですよね。知らない子は、まあまあ知らないですよ。だって若い子は2006年2007年だもん。そうそうそう、もう相当前ですよ。だって、ね、今日福岡はね、ずっと楽しみにしてきたんで。そうです、もう世界一の大会で聞いておりますよ。はい、やりましょう。ヤギターいいですか？皆さんいいですか？皆さん暑いよね。暑いからすぐ終わるから、まあね、すぐ終わるから、すぐ終わるからね。ちょっとやりましょう、やりましょう。じゃあ俺着替えなきゃいけないんですよ、これ。お母さんぶたみたいな。お母さんぶたこれ。お母さんぶたのお乳じゃねえよ、これ。エアブタやるじゃん。エアブタやるじゃん。エアギターやんだよ、今。してるエアギター。ギター弾く前に世界一。この衣装じゃないんですよ。そうなんですよ。ちょっと着替えてくる。実はセーターにね、着替えますのでね。少々お待ちください。皆様ね、ちょっとお待ちくださいませ。いい？ちょっといい？これちょっとここで着替えちゃっていいですか？ちょっと着替えが見えちゃいますけど、申し訳ございません。すいません。ケツメシって知ってます？ケツメイシの涙って曲があってね、2003年、はい、プロモーションビデオ出させてくれた、ね、僕らの時、あの時ね、ケツメイシさんのコンサート出させてくれた、僕ら埼玉スーパーアリーナってはね、でっかいとこです。3万5千、相当人入りますよ。そこで俺テンション上がっちゃって、大津さんの携帯番号6回行っちゃったのね。誰でも覚えられるぐらいよ。袖戻ったら初めて胸ぐらつかまれてきた。そりゃそうでしょ。着信がパンクするんだろうかって言われちゃって、で、楽屋戻ったら着信が1件しかなかったんですよ。そうなんですか。3万5千分の1ですよ。留守番電話に高校生ぐらいの男の子の声だ。ああ面白かったって一言だけです。全然興味ないじゃねえこれに。さあこちらのセーターでございます。もう一度大きな拍手ください。はい、ありがとうございます。もうエアギターやりすぎてボロボロですよ。メンテナンスしながらヴィンテージですよ。ヴィンテージセーター、ヴィンテージですよこれは。さあ皆様、エアギターの世界大会フィンランド、今ね、はい、サウナで大ブレイクしてますけど、ね、フィンランドで世界大会行われたんですよ。そうで、ね、おじさんはね、あのエアギター日本代表おじさんつけて言われた時、何やったかって、はい、ここに手入れてこういうのやったんですよ。いいですね、今ぐらいです、どこ行っても。受けた方ですよ。そ、今受けた方です、これ。そうですよ、優しい人が多い、ね、ところがこれやった瞬間にフィンランド5000人全員立ち上がってフォーってなりました。そこで世界一になったんです。そこでってなんか嫌味だな。子供に生きてるのかって言われた。素直な、そこで世界一になったんです。
今日全員フィンランド人やっていただきます。いいですか、日本指大きく上に上げていただいて、ね、マスクしてたらマスクしてたらまあ声出してもいいのかな、ちょっとフォーっていう声をね高い声、まあ僕も一緒に言いますからちょっと試しにやってみましょうか、はい、大きく上げますよ、せーの、フォー、ちょい声を上げていきましょう、せーの、フォー、すいません逆の方いますね、ちょっと失礼いた、キツネ、今日 OK にしましょう。もういいよ、何でも。キツネコンコン大丈夫です。キツネダンス流行ってますから、今。指2本だったら何でもいいですよ。一回だけね、ルミネザ吉本っていう劇場でやった時、70代ぐらいのおじいちゃんがずっとおじさんに向かって、フォーって言ったんですよ。これだけ見てください。マジでビクってなったから。本当にあれはね、悪意だから。そんなにブチ切れることやったかなと。ボスさん、はいよ、やりますか。やりましょう。はい。あ出ました、ヤマイモね、ヤマイモじゃねえよ。エアギター始まってます。拍手をください、皆さん。まあね、ギター弾いてる人がいるなら分かると思いますけどね、はい、準備が大変なんですよ、これ。ちなみにね、あの持ち時間たったの1分ですから、1分間手拍子するだけで、拍手してね、声援でも怒って、そして最後に僕はせーのって言います、唯一の仕事。せーのって言ったらみんなでポン行きましょう。はい、アンプの位置高えよ。アンプの位置が高えよ。バイヘレンみたいになってるね、本当ね。さあ、音が鳴ったら、okay. いいですか、準備は。準備 OK。 さあ、2006年、2007年、2年連続世界一に輝きました。お嬢さんたち知らないでもですけど、今日初めて見ていただきます。はい、僕らね、世界一になって売れなかったの。そんなの俺たちだけだと思うよ。でもね、俺たち辞めなかったから。続けたの。なぜなら夢中だから。夢中って夢の中とかもね。だから夢中のもん1個見つけてね。続けていって。好きなもん見つけてね。そうやったらずっと早くして、もう準備できてから今しゃべってんだよ。誰喋ってんだよ、あの子だよ、あの子しゃべってんだよ。後にしてくれよ、もう準備できてるから。何やってんだお前、宗教上の理由ってなんて今特に宗教とかやめとけよお前、ダメだろお前そんなもん、お前こんな空気になって文句ばっかだなてめえは。はぁ、こいつは最悪ですよ皆さん。もうダメだ、我慢の限界ですよ。これ俺ですか悪いの、やめます。いや皆さん俺ですか、こいつはもう解散です。解散、気持ち悪い本当に。ちょっと待って、一人で、ね、だけ。お父さんそれでいいよね、やめろ。お父さん言ってくれたらやめろって、帰れ。なんてこと言うと、お父さん、お父さん言ってんだろ。お父さんその間に話が合ってくるよ。お父さん、あんた誰だ、アンチかこの野郎。アンチにしちゃう短パンだなおい。子供も帰れって言うんじゃない、マネするんじゃない、ね、そこ、ま、で影響受けるんじゃない。そんな簡単に人を返しちゃダメだよ。話してんだからこっちは。ダメだ、もうあいつコンビ組む。あいつ誰だよ。おめちの母ちゃんの次男坊だよ。それが俺なんだよ。いいよ、いいよ。やったー、ありがとう。お集まりいただいて皆さんありがとう。